こんにちは、翔平 TV です。エクスプレスの練習に来ております。で、エクスプレスのキャプテンの藤野くんと川島くんでお願いします。よろしくお願いします。本日はロングティーを自主トレでやろうと思うんですけど、まずこのマスコットバットでセンター方向に打つロングティーをします。アッパレスも近いんでね2月3日38名大宮憲法行きましょう。頑張りましょう。ぜひ来てください。お願いします。お願いします。それでは行きます。今シーズン初振りだから。息大丈夫。この辺で行く。こっちこっち。あ、やばい。今ぐらいでしょ。あ、やばい。今ぐらいでしょ。アップするちゃんと。全然飛んでないね。やった！走ってか。走ってない。あれ、延滞トルクスです。戻ってきちゃった。戻ってきちゃった。ごめんすぎる、ごめん。ヨズのやつは、だからね。その、なんか当たる瞬間に力を入れる。一番自分で一番こうした時に一番いいポイントがあるんですが、そこをめがけて自分でこう調整する。
からなんか上からパチコン。多分ちゃんとこれ行くんじゃない。あっちいるよ。このおかげだ。アクセル買おう。飛んだわ。今年からあの僕お世話になるんですけど、はい、僕をなんだろう誘った理由みたいな。理由、はい、本当の理由を教えてほしい。本当の理由か。はい、本当の理由です。まあ一言で言うと、一回、まあ何回か翔平君とは対戦をして、まあもうその時にもうすごいいいピッチャー、右の本格派のピッチャーがいるんだなーっていうのがあって、で聞いていろいろ調べて Facebook とかで調べてったら、まあ、まさかの地元だったっていうことで、まあもし機会があれば、まあ実は翔平君にはもう2年前ぐらいから誘ってんだよね、ずっとね。でそれで、まあ、どうしてもうちには必要な存在だと思ってしつこく誘わせてもらいました。頑張ります。一緒に全国行きましょう。お願いします。川島くんはなんか YouTube が好きって。あ、毎日見てます。誰の見てんすかね、一番。いや、翔平 TV です。いや、結構野球 YouTuber ですか。野球 YouTuber も見るし、他のも普通の。歩き選手的に翔平が TV が入るって聞いて、はい、どう思いましたか。いや、正直嬉しかったです。嬉しかった、はい、まず誰やって話じゃないですか。まあそうですね。ですよね。誰みたいな。でも、いや動画見て、あ、いいピッチャーだな。いいピッチャーだよ。褒めさせる、なんかそういうのじゃないですよ、俺。別に。本職ピッチャーがいない。本職ピッチャーがいなくて。おー。だ結局、うちで投げてたそのエースの山澤さんも、キャッチャーだし。キャッチャーだから、もともとの本職が。だから、そこで、まあ本格的にずっと本職でやってるピッチャーがいなかったもんな。でそこでもう翔平くん喉から手が出るぐらい欲しい存在だったから。知らなかったじゃない。でもみんな登録してるよ。でもみんな見てるさ、うん、本当にライブ中継とかも見てるし。翔平 TV か俺プロターンしてる。プロターン、ジャンルが全然違う。ねえ、うちも結局これくらいです。今年は東日本の一部を推薦もらって、高松が一部で、まあ、まあちょっと決定ではないんだけど、一応今確定してるのは東日本の一部が3月の23かな、23か24土曜日から30の土曜日まで勝てば、でそれ勝つと今年は東日本は宮城県かな、宮城で全国大会。じゃあそれに僕もちょっと、いやもう賛同してもらって、させてもらって、がっつりもうバンバン投げてもらうんで、はい、よろしくお願いします。はい、ぜひ、はい、お願いします。勝ちましょう。お願いします。
もう一人はいいんですか。スーパーサブ出してる。スーパーサブ、スーパーサブ出してる。スーパーサブバット落としてるよ。サッカーの監督みたいな。僕が好きな YouTuber。僕が好きな YouTube はラファエルです。お前最低だな。今のカットだよ。